のヒット、あいつへのリベンジはまだ済んでいないぜ。次に戦う時は時飛ばしを使う暇をも与えん。そういえば、あなたもフリーザさんに敗れたんですよね。バカを言うな。正義が悪に負けることなどない。あれは、そう、孫悟飯。奴との正義のぶつかり合いだぜ。断じてあいつらに負けたわけじゃないからな。ドローだ、ドロー。相当根に持っているんですね。まあ、僕もあの負け方は納得したくないけど、やっぱり僕が出会ってきた誰よりも早い。当然だ。俺の前では悪は逃げることすら叶わないのさ。僕も師匠に稽古をつけてもらったんだ。僕は僕なりに戦うだけだ。さあ、どうすればヒットに会える。そう言われても。ああ、たち、孫悟空がどこにいるか知らないか。お父さんですか。今は出かけているのですが、ちょうどピッコロさんと17号さんに修行をつけてもらっていたんです。よければ皆さんも少し体を動かしませんか。悪に負けないのだ。孫悟空、力の大会のリベンジマッチ受けてもらうぞ。おめえは第11宇宙の。さあ、おめえの速さ見せてみろ。ところでお前、第6宇宙のヒットに個人的に会ったことがあるそうだな。俺が勝ったらあいつに会う方法を教えてもらうぞ。いいぞ。その代わりおめえももっと早くなれんだろ。オラにもそれ見せてくれよ。ならば少しスピードを上げさせてもらおう。おめえもヒットの本気が見てんだな。オラにも分かっぞ。全宇宙で最速なのは俺だ。それを証明してやりたいだけさ。やるな、おめえ。ヒットを呼びてんなら、バザス様におめえの暗殺依頼を出せばいいんだ。依頼があれば、ヒットは必ず暗殺に来る。なるほど。確かにそれなら、本気のヒットと戦うことができそうだ。いやー、あん時はまずったぞ。なんせ一見死んじまったからな。めっためっ
死ぬ前に投げた気弾で蘇生できなかったらフリーザの代わりにオラが占いババに蘇らせてもらってたかもな。そうか暗殺以来だな。ちょっと違う方法も探してみようかな。まずいぞ。実際に殺されたことのある人間の言葉は重みが違った。もちろん俺が勝つことは間違いないが、圧倒的な勝利でなければ意味がないな。最後まで付き合ってもらうぞ。特訓だ。ヒットは俺の速さについてこれるはず。お前も全力で俺の速さについてこい。こんなことが。お前もなかなかの速さだな。俺の速さについてこれるかな。正義は必ず。スーパーヒーローがかっこよく決めるぜ。残念だな。俺が決めさせてもらうぜ。俺のスーパー最高速モードについてこれるとは。これはもう少し特訓が必要だな。暗殺依頼はまた今度だな。今後もこの調子で頼みますよ。第六宇宙のヒット、あいつへのリベンジはまだ済んでいないぜ。次に戦う時は言えば、あなたもフリーザさんに敗れたんですよね。バカを言うな。正義が悪に負けることなどない。あれはそう、孫悟飯。奴との正義のぶつかり合いだぜ。断じてあいつらに負けたわけじゃないからな。ドローだ、ドロー。相当根に持っているんですね。まあ、僕もあの負け方は納得したくないけど、やっぱり僕が出会ってきた誰よりも早い。当然だ。俺の前では悪は逃げることすら叶わないのさ。僕も師匠に稽古をつけてもらったんだ。僕は僕なりに戦うだけだ。マセンコ。
すればヒットに会える？そう言われても。ああ、そういえば力の大会の前、一度悟空さんに会ったと聞いた覚えがあります。悟空さんなら何か知っているかも。力の大会のリベンジマッチ受けてもらうぞ。おめえは第11宇宙の。さあ、おめえの速さ見せてみろ。ところでお前、第六宇宙のヒットに個人的に会ったことがあるそうだな。俺が勝ったらあいつに会う方法を教えてもらうぞ。いいぞ。その代わりおめえももっと早くなれんだろ。オラにもそれ見せてくれよ。ならば少しスピードを上げさせてもらおう。おめもヒットの本気が見てんだな。オラにも分かるぞ。全宇宙で最速なのは俺だ。それを証明してやりたいだけさ。やるな、おめえ。ヒットを呼びてんなら、バザス様におめえの暗殺依頼を出せばいいんだ。依頼があれば、ヒットは必ず暗殺に来る。なるほど。確かにそれなら、本気のヒットと戦うことができそうだ。いやあん時はまずったぞ。なんせ一見死んじまったかな。見て。はあ、死ぬ前に投げた気弾で蘇生できなかったら、フリーザの代わりにオラが占いババに蘇らせてもらってたかもな。そうか、暗殺依頼だな。ちょっと違う方法も探してみようかな。まずいぞ。実際に殺されたことのある人間の言葉は重みが違った。 もちろん俺が勝つことは間違いないが、圧倒的な勝利でなければ意味がないな。最後まで付き合ってもらうぞ。
目にも止まらぬ早業見せてやるぜ。特訓だ。ヒットは俺の速さについてこれるはず。お前も全力で俺の速さについてこい。そんなことが。俺のスピードについてこれるとは。正義は必ず。俺のスーパー最高速モードについてこれるとは。これはもう少し特訓が必要だな。暗殺依頼はまた今度だな。素晴らしい。このフリーザの名に恥じぬ働きです。